まもなく4番乗り場に賢島行き普通電車、賢島行きの普通電車が2両編成で参ります。さあこれで本題に戻りますよ。新大井線までお下がりください。賢島まで各駅に停まります。 A local train bound for Kashikojima is arriving at track 4。ってことでやってきましたよ、鴨駅。ってことでなんとか無事着きましたね。これがね、三重県志摩市、あ、鳥羽市か、まだ鳥羽市鴨駅ってことでね、今度こそ間違いなく、これが三重県の一番東の駅、最東端ってことでね、まあ一応島ヶ原の最西端から最東端までと、で、鴨駅からね、関西、京都のね、鴨駅から、ね、間違えて来た場合はこんな感じでね、伊賀鉄道経由でね、来た方がいいですよ。もう今回ね、ちょっと途中でご飯も食べたんで、とはいえかかりますね。13時43分の電車に乗っ取って、今5時 ?13 時43分にあそこ出て、今17時19、9分。3時間半ぐらいかかっとるの？おお、おお、ね、県内ではないのか、そっか、京都からですからね。いや、かかりますね。いや、疲れた。さあ、まあ一応ね、まあ、これでね、もしね、間違えてね、ね、来た場合は大丈夫。一応こういう駅舎があったんですね。書き取り場までねとか書いてあるんで、比較的早く来そうですね。あ、切符は入れたらあかん。これはまだ入れたらあかん。17時、便利ですね、14分。あ、もう5分くらいで来るんだ。早いな。よいしょ。自然歩道があるんですね。この前ここら辺で右往左往してたんですけど、入り口はこっちだったんですね。これこう桁下 2.3m か。これはちょっと、あ、一応うちの車やったら通れるのは通れたのか。ああ、いや、しかしこれはさすがに来るの難易度高かったですね。でもその先めちゃくちゃ細いんですもんね。いや、これはやっぱうちの車じゃ無理だな。ああ、いやー、すごい。伊勢市方面乗り場。よし。とっとと帰りますか。まあ、見ての通り、何もないですよ。何もないね。あ、一応、学校ありますよ。綺麗な学校ですね。昨日夜、前回はね、もう真っ暗な時間に来たんでね、あれでしたけど、まあでも、郵便局の通りからそーんと行って、ずーっと奥に行くと、あ、そこにね、ちょっと、船がピカピカしてるの分かります？あそこに土産物センターの王将があるんですよね。そうそうそう。っていうあたりです。車で来たことがある方なら、あの船のね、お土産物屋さんはね、目印になるかなと思いますけど。で、その先行ったら、その奥のところら辺に確か郵便局がありましたね。まあ、だいぶかかりそうですよね。一応こっちにあるから、ね、住宅地とかもあるから、一応それなりに必要があるのかな。でも、まあ、この辺りだと車使うんじゃないかなという気がしますけど、まあでも学生さんの足になってるみたいで、学生さんはいっぱい乗ってましたからね。うん。まあね、少しでもね、こうやって乗ってね、ただフリーキップなんであんまり影響がないかもしれませんけどね、ちゃんとこうやって来てますからね。そう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 。ぜひね、最東端の駅ですしね。あと、鴨駅とね、間違えたらね、時にもね、こうやってね、来たらいいですからね、ということでね。いやー、真似するやつなんていないでしょう。真似しない方がいいと思いますしね。よいしょ。まあ、そしてここは階段、バリアフリーは全くあれですね。おぉ、すごいな。よいしょ。
正直20 2番乗り場の電車にご注意ください。危険ですから黄色い線までもう30時間近くずっと来てますからね、完全オールですからね、結構しんどい。しかも間で仕事してますからね。いやよし、中川行きが来ましたね。ちょっとはい、まあ普通にまあ他に見るところもなさそうなんで、とっとと鳥羽まで戻ろうかな。さあ鳥羽まで戻ってきましたけどね、もうね、もうあっさりと帰りますからね、このまま、言うてね、やっぱ飯食ったらね一気に眠気が襲ってきましたね。いや、やっぱだいぶ疲れが出てますね。ということで、34分じゃない、40何分ってなってたよな。17時40分発ので撮ったんですけどね、ここ見たら18時2分までないな。あれ17時40分あるな、あるけど、国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。車内や駅構内ではマスクを着用するとともに、そういうことか、乗り場が違うんか。あ、6号車はこれでいいの？あ、これだな、17時40分ですね。よし、あ、これだこれだこれだ。 6号車はよし、やった、新しい車両だ、やった。あ、自販機もあるんですよね。LED も来て、